皆さんこんにちは、今日学んでいきたい箇所は第2コリント4章1節から6節です。第2コリント4章1節から6節、見ていきたいと思います。始める前にお祈りして始めたいと思います。神様、この時間を感謝します。どうぞこの動画を通してあなたが私たちの心に語りかけてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。皆さんはゲームが好きでしょうか？自分は、昔ゲームが好きすぎてあることをしてしまったんです。それは小学校2年生の時のことでした。千葉に行ったんですけど、その時一緒にゲームボーイ SP、 ゲームボーイアドバンス SP っていうのを持って行きました。その時にですね、任天堂ゲームで初めてそのバックライトがつくっていう機能がついたんですよ。ゲームボーイ SP なんですよね。その今までライトであるところしか、電気がついているところでしかできなかったゲームが、なんと暗闇でもバックライトをつけたらゲームがこんな感じでできるっていうのがあったんですよ。でその時ですね、自分は布団の中で夜ですね、ゲームボーイその SP をゲームしながらこんなって遊んでました。布団にくるまって、で光がバレないようにこの布団で覆いをかけていたんですよ。そしたら親にバレないで済んだ。最終的にはバレたんですけど、サタンはこの箇所でキリストの福音の光に覆いをかけているっていう箇所を見ていきます。その中で光を創造された神様は私たちの心を照らし、神様の栄光を知る知識を輝かせてくださっているっていう箇所を今日は見ていきたいと思います。このメッセージの目的として、私たちはキリストの証として口を持って、また行動を持ってキリストを表すことを励ますためです。では早速1節から2節読んでいきたいと思います。第2コリント4章1節、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。一節見ると、こういうわけでとあります。どういうわけでしょうか？前の第二コリント3章に、ミニストリーについて書かれています。奉仕について書かれています。3章6節には、神様は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださったとあります。それは私たちは古い律法に使えるのではなくて、新しい御霊に使えるのだっていうことを示しています。御霊に使えるためには、御霊の働きを知る必要があります。御霊の働きを知らない人、っていうのは自分の力で全部行おうとします。しかしできないんですよ。だからどうしようどうしようって悩み、本当に心配します。でも御霊の働きを知る人は御霊の助けを求めます。第2コリント3章の最後を見ると、御霊のあるところには自由があると言っています。今日、あなたに理解してほしいことがあります。私たちは、神様の恵みによって、本当に神様の道を歩ませていただいているっていうこと。そして、4章1節でもあるように、私たちは、憐れみを受けて、このミニストリーに任じられているっていうこと。私たちはどのように
じゃあどのようにして生きるのか。一節の最後、後半を見てください。勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますとあります。2節も読みました。まず勇気を失わないことです。パウロは使徒の働きを見ると、どんな迫害があってもミニストリーを続けていました。勇気を失うことなくミニストリーを続けていました。次に、悪巧みに歩まないこと。神様が望まれない罪ある人生を歩まないっていうこと。そして神の言葉を曲げず、真理を明らかにすること。神の言葉を曲げないとは、神の言葉をまっすぐに伝えるということです。聖書を教えるとき、こういう誘惑が来ます。聞いている人が気持ちよく聞けるように、少しだけ教えを曲げようかなっていう誘惑が来るんですよ。でも皆さんに気をつけてほしいこと、それは人々にキリストについて話すとき、福音をシェアするとき、相手を喜ばせようとして福音を曲げないっていうこと、キリストのその真理を曲げないっていうこと。神様の御言葉っていうのは真理です。その真理をはっきりと示してください。神様の御言葉を伝えるとき、例えば神様についてその誰かにシェアするとき、本当に大変なときがあります。特にまだ救われていない愛する者たちに御言葉を伝えるときです。これまですごく仲良くしている家族であったり、同僚、友達に御言葉を伝えようとすると、なんか怒るんじゃないか、なんか言われるんじゃないかっていう心配があるんですよ。なんか悪い雰囲気にしないのかなっていう心配があります。でも自分たちは本当に彼らを愛しています。でもそれ以上に神様っていうのは彼らを本当に愛しているんですよ。だから自分たちは神様の言葉を曲げずに、まっすぐ福音をシェアする必要があります。真理を分かち合う必要があります。救うのは自分たちの仕事じゃありません。自分たちの働きじゃありません。神様が彼らを救います。だからまず私たちは、自分たちを本当にまだ救われていないものに対して福音を伝えることっていうのが大事なんです。でも福音を伝える中でなんかうまくいかない時があります。それはこの世の神の働きがあるからです。じゃあ続けて見ていきたいと思います。3節から4節読んでいきたいと思います。第2コリント4章3節4節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。はい、3節4節ですね。神様って素晴らしいですよね。神様って、神様の愛、恵み、憐れみ、慈しみっていうのは本当にすごい素晴らしいんですよ。その全てが詰まった神様の性質、全てが詰まった福音、聖書っていうのは素晴らしいんですよ。でもその全ての人に福音の素晴らしさ、その神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさを伝えてほしくない、気づいてほしくないって思ってるやつがいます。全ての人がキリストに向こうとすることを嫌がってる、嫌ってるやつがいます。4節見てください。この世の神とあります。それはサタンです。サタンの働きは騙すことなんですよ。サタンは神様の敵、私たちの敵なんですよ。サタンはキリストを信じない人たち、まだキリストを信じていない人たちの目を見えなくさせます。こんな風に。で、サタンはこの世のものを用いて未信者の目を見えなくさせます。宗教、
お金、権力、地位、それらのすべてのこの快楽とか、そういった魅力っていうのは、人々にキリストの福音の光を見えなくさせるんですよ。ナビバイブルにはこうあります。キリストを拒絶し、自分の楽しみを選ぶ人たちは、知らないうちにサタンを自分の神にしている。私たちも気をつけないといけません。イエス・キリストが神だと知っていても、時にイエス様を一番にしないで、他のもの、例えば自分の楽しみを一番にしてしまう時があります。その時は知らないうちにサタンを自分の神にしているんです。皆さんは飛行機乗ったことあるでしょうか？自分が先ほど言いましたね、千葉に行ったっていう話があったんですけど、その千葉に行った時、飛行機に初めて乗ったのが小学校2年生の時でした。その飛行機乗ってる間、もうずっと窓を見てたんですよ。これが窓だったらもうこんな感じで、外をずっと見てたんですよ。で、その中で本当に飛行機が上に上に行って、その一番上に行った時、ある景色を見た時、本当に驚きました。それは雲が全くない。もうすごい晴れた状態、快晴の状態でした。それを初めて見た時、もうすっごい感動しました。この地上から、特にこの今撮ってる時期は、まあ梅雨の時期なんですけど、梅雨の時っていうのはもう雲が綺麗な空を見えなくさせるんですよ。もう雲が邪魔する。雲が綺麗な空を見えなくさせるんですよ。同じように、サタンもこの世のもの、お金や権力、快楽を用いて、キリストの福音を見えなくさせています。覆いをかけているんです。サタンは人々がイエス様について知ってほしくないと思ってる。だから福音に覆いをかけるんですよ。良い知らせに覆いをかけるんですよ。でも私たちクリスチャンには力強い武器が与えられています。それは祈りです。第2コリント10章4節にはこうあります。第2コリント10章4節にはこうあります。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。この敵の要塞を打ち砕く祈りをどうぞ用いてください。この祈りを用いてサタンに打ち勝つことができます。イエス様の御名にこそ力があります。皆さんに励ましたいことは、まだ救われてない人のために、愛する者のために祈ってください。本当にイエス様の御名によって、私たちが祈るとき、彼らにかけられている覆いを吹き飛ばす力があります。その覆いを取り除く力があります。どうぞ、本当に愛する者のために祈ってください。私たち人間が救いに導くのではありません。神様が導きます。その導きのために愛する者の福音、この愛する者にかけられている覆いが取り除けられるようにどうぞ続けて祈ってください。諦めないでください。続けて5節から6節読んでいきたいと思います。第2コリント4章5節6節私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。五節見てください。この箇所であるように、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、キリストイエスを述べ伝えるんです。パウロの伝道の焦点は、本当にキリストであり、自分自身ではありませんでした。だから自分たちも気をつけないといけません。自分たちが、例えば、証、クリスチャンの証っていうのがあります。その証をシェアするとき、自分の過去が、もうどれだけすごかった、どれだけ激しかった、どれだけやばかったっていうことをシェアするのではなくて、
イエス様を伝えるっていうこと、時々自分たちの証っていうのがイエス様が出てこない時があります。本当にそれは気をつけないといけない。イエス様の罪の許しが出てこない時がある。本当に気をつけないといけません。どんなにすごい人がいても、どんなにすごい働きをしていても、全ては神様によるものっていうこと。五節の後半を見ると、私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと書いています。私たちクリスチャンはイエス様に仕えるしもべなのです。と同時に、私たちはキリストにある兄弟姉妹に仕えるしもべです。自分はベイビークリスチャンだった頃、クリスチャンになりたての頃、自分は牧師をもうボスだと思っていました。ボス的存在で、牧師は教会のことを管理したり、メッセージを準備したり、本当にクリスチャンのボスだって思っていました。まあ、ボス的存在だって思ってました。でも聖書が教える牧師っていうのは、リーダーっていうのは違うんです。聖書が教えるのは、兄弟姉妹に仕えるリーダーが真のリーダー、誠のリーダーであると言っています。これは本当に牧師だけではなくて、リーダーだけではなくて、私たち一人一人にも適用できることです。それは互いに使い合うことです。互いにへり下って互いに使い合うということです。6節を見ると、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですとあります。創世記一章であるように、神様は光を創造されました。光があれと言ったその言葉だけで、神様は光を創造されました。その力強い方が私たちの心を照らすんです。コリントの手紙を書いたパウロは実際にダマスコの道で経験しました。クリスチャンを迫害していたパウロ、しかし彼は光に照らされて、伝道者として変えられ、神様に用いられました。パウロは霊的暗闇の中にもともといました。だけどそのパウロにキリストの栄光を表し、キリストを知る知識を輝かせてくださったんです。ここの輝かせてくださったとあるのは、英語の聖書では has shown って書いてて、現在進行形です。なので今も輝いているっていうことを表しています。本当にその輝きがまだ救われていない、愛する者のために愛する者を照らすように祈っていきましょう。今日ここから何が学べるんでしょうか。シンプルに3つ適用を示したいと思います。まず1つ目が、私たちは神様の御言葉を曲げず、まっすぐに真理を分かち合うっていうことです。時に愛する者に伝えるのは難しいです。でも神様の言葉を曲げず、まっすぐに福音をシェアしましょう。イエス様についてシェアしましょう。2つ目が、愛する者のために祈りましょう。サタンは福音の光が輝かないように覆いをかけています。サタンは未信者の心が、まだイエス様を信じていない人たちがイエス様を信じてほしくないと思っています。なので覆いをかけています。だけどその愛する者のために私たちがすべきことっていうのは祈りです。福音の覆いが取り除けられ、愛する者がその光を見るように祈っていきましょう。三つ目、へり下って互いに使い合いましょう。私たちはイエス様のために使えるしもべです。イエス様のために本当に周りの人に使える者たちです。このメッセージの目的として、私たちはキリストの証として口を持って、また行動を持ってキリストを表すことを励ますためでした。お祈りします。
愛する天のお父様、この時間を感謝します。どうぞ私たちが本当に福音をまっすぐに伝えることができますように、どうぞ私たちが伝える中で本当に彼らが福音を知ることができますように助けていてください。神様、本当にあなたの御言葉を感謝します。あなたの真理を感謝します。あなたの真理を彼らが知ることができますように、私たちが続けて祈っていくことができますように助けてください。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。